ファミリー、皆さん、エビスシャップの Vlog へようこそ。今回我々エビスシャップ慶応を受験しまーすということでね、まあ母校の都立日比谷高校に来て卒業証明書をもらいに来ました。今頃ね、森山とケスとタクも各々の母校に行って卒業証明書を取ってる頃だと思うんで、これで願書を出願して慶応を受験するということでございます。まあ我々4人ともね、過去慶応を受験して合格したことがあるんですけど、受験から10年経ってね、もう何も覚えてないわけですよ。そんな状態で1ヶ月間勉強して合格できるのかというチャレンジになっております。毎年受験生が戦ってるんでね、まあそれと一緒に俺らも戦っていこうということで、今回の企画頑張っていきましょう。まあどの学部を受けるかというと、何科目もやってらんないということで、英語と小論文だけで受験できる KOSFC の総合政策学部を受験することにしました。もし合格したら沢谷兄弟が先輩になるわけですね。まあね、普段バカなことやってる俺たちがちょっと頭いいとこ出すとね、みんな喜んでくれるってことは分かってるんで、みんなの期待に沿えるようにちゃんと合格したいと思います。受験から10年経って1ヶ月の勉強で受かる方が多分難しいと思うんだけど、まあなんとかね、一人は受かりたいなと思っておりますよ。まあ俺なんだけどね。それじゃあエビジャの受験企画お楽しみに。これハゲてね、大丈夫はい、ということで慶応の過去問をやっていきましょうか。でーん、じゃね、赤本懐かしいね。富士の受験ぶりに見たわ。2年前ぐらいに慶応受験1週間チャレンジやったよね。今年は俺ら全員でやるんだ。巻き込み事故俺らに関しては母校だからさ、うん、まずあの、なんで受けるんですか今回。赤の受験超えようと思って。あー、なるほどなるほど。僕はやっぱサークルを作りたいです。あ、サークルを作りたいですね。一条を新刊するってこと。一条しかもう入れません。あ、一条しか入れないんだ。二条からこう上面で。あ、そうだね。タクはなんで受けるんですか。やっぱバカにしてくる視聴者を繰り返すためだ。合格最低点400点満点中243点です。6割。なんかさ、やばい、文字がいっぱいあるんだが。これ2時間。2時間だよ。2時間だるー。あー、読みたくないてか受かったら、多分プロップス上がる。上がるよね。上がるな。かっこいいよ。かっけーな。かっけー。10年経ってもこいつら受かるのかよ。いつもバカやってるくせに、やるときはやろうとか、かっけー全員受かったらやばいね。やばい、やばいよ、もうヤフーニュース、うん、一人だけ落ちたりしたらもうやばいやばいやばい、うわー怖えー。じゃあやりますか。やりましょう、やりましょう、よーいスタート。ベルデシュバルシャス。ということで終わりました。終了終了。1時間半ぐらい経ってるよ。俺20分か30分で終わった。なんか迷うことすらさせてもらえなかった。空欄を埋める単語3個全部知らない。そう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 。てか自信な、自信なさすぎ。出ました、はい、出ました言ってきますか。え、これ何問ある。60問中ね。自分が何位かちょっと予想しない。俺はもう確実に4。俺も4の自信は高い。じゃあ俺2位としよう。俺は2位ぐらいだな。誰も自信ない。じゃあタクからいくか。19点。おー、19点。ケスケ勝ちましたね。あー、お23です。30点です。おお、半分じゃん。半分、ジャスト半分、半分、ジャスト半分。僕は27点です。おー、まあこれが現在地か。でもあと1ヶ月あるわけでしょ。1ヶ月って結構あるよね。1ヶ月あるな。受験生の最後の1ヶ月伸びるって言われてるから、ね、うん、まあこれで1ヶ月で俺らが受かって来年の受験生が参考にするんだよ、この動画を、で、ここで使った参考書爆売れ。爆なんか買うかオリジナル、うん、とりあえず心を一つにしよう。この動画を成功させるためには一人は受からない。そうなんだよね。でも人任せにすることなく自分が受かる気持ちで頑張ろう。俺は受かるぞ。お前勉強できる。しないな。お前が一番ここから頑張れないのはお前だと思って。今は点数高いけど。受かろうぜ。受かろうぜ。受かろう。受かろう。受験生のみんな一緒に頑張ろう。頑張ろうや。もう頑張った後か。頑張った後ね。頑張った後。
1週間前です。どうですか皆さん。まあ順調といえば順調ですね。お前この前もう諦めるわいやなんかそう言っといた方がいいかなと思って。なるほどね、うん、何の勉強してる。ああ見るよ3個。おお。総計上智の英単語改訂版。なんかついてんな、前これ、うん、なんかついてるな、これ。あ、しおりね。しおりしおり。ここまでです。ここまで。次、システム英単語。え、2個。うん。あ、2個。2個。すっげえ綺麗だな、両方とも。すっげえ綺麗。これも週間前。お前、物を大切に使えるタイプだ。じゃあ序盤から問題でも出してみる。森山、ここまで進めてるから。そうだね。ファミリア。おー、ファミリア。ファミリア。忘れた。家族。それファミリー。ラスト、慶応の小論文。おお、こんなんあるんや。小論文が結構大事らしい。実は英語の足切りってないらしい。昔はあった。あ、そう。昔はあったんだけど、うん、SFC がそこ足切りしないで、うん、小論がすごいできる人間もしっかり入れていきたい。はいはいはい。っていう感じに数年前から変わってるから足切りは一応ない。じゃあ俺らの年の功が出るかもしれない。出るかもしれない。そうそうそう。小論文ってさ。あのジェイさん深みじゃん。いや俺もね結構プランをめちゃめちゃ立てようとした。こっから1週間したら全日程埋まってた。全部埋まってない。撮影だから結構忙しい。まあそんな言い訳になるんですか。そりゃそうそりゃそうその中でもうちのプラン立った。もうプラン立った。完璧完璧まで言う。完璧。これもう単語帳2つターゲットと速度英単語上級、これも両方一周終わった。終わった、すげえな。一周終わった。おととい一周終わらして、うん、ここから1週間毎日じゃないけど過去問解いていく。おで長文のを解く脳にしていく。おお、まあ、昨日やった一日。ああ、やったんだ。やったんだ。進んでるね。成長した。一番偉くない。一番偉い。どうなんだよお前は。まず俺はやったことは2つある、うん、これまで。まずポレポレ英文読解に特化した参考書があるんだけど、そこのまあ50個例題があって、それを一周やりました。おお。でもう一個やったこと、ハリーポッター賢者の石から死の秘宝まで全部英語で見た。え、ガチで。ガチで。ガチ。字幕はない。あ、字幕、英語の字幕あるよ。で俺見終わった結果、リスニングの能力は鍛えられたかもしれないけど読解はマジで。あえて言おう、間違った勉強法をしてる。おお。明らかに間違ってそうだよ。受験生がよく来るじゃん、勉強法教えてください、うん、ちょっとここでカットっとく。お前恐れるね。俺すごい偉そうに語るのは得意だし、この時を受かって卒業してるから、うん、まあ、勉強法みたいに聞かれたらさ、まあこういうのあるよね、うん、この企画で言うのは違う。いろいろ喋りたいことある。受験期どうやって。あ、そうそうそう。どちらかというとマインドセットの方が大事。受かった後の慶応でモテる自分の姿を日々イメージしながら机に向かうみたいな話を今したいんだけど、今じゃない。今じゃない。今チャレンジャーじゃない。あと俺らはモテきったもん。これ今受験生っていうことを忘れてちょっとインタビューしますわ。慶応の卒業生先輩と。あ、今朝どんな感じの勉強法をするんですか。あ、僕本当に勉強し始めたのが浪人生になってからなんですよ、はい、だからもうなんかテーマがむしゃらでしたね。あ、とりあえず朝から夜までしこたまもう座って何かと向き合うみたいな。努力型です。努力型です、はい、なんか効率的な勉強とか正直分かんなかったんで、うん、やっていくうちにやっぱ、あ、これ無駄だなとか分かってくるじゃないですか。あ、朝6時起きて夜10時まで夜ゼミにこもるみたいな、こういう生活を日々続けれるかどうかっていうとこですかね、うんうん、同じく努力型っぽい。たくさんどうですか。まあやるしかないっす。現役一般。あ、もうどうぞ。慶応入学。この3人とは違う。もう一ついいですか。あ、どうぞ。二分一で迷う時って絶対来るんですよ、うん、本当はこっち選んでるけど三ヶ市やっぱこっちが合ってるから、うん、ってよくありません。あるあるある。これ最初に選んだ方が合ってます。おー、ここ最初の自分を信じた方がいいですよね。これ言ってました。出した。今言ってる。もっとすごい人が言ってました。じゃあ正しいっす。あ、じゃあ僕がいいっすか。いや僕もね、まあ、努力は当たり前にするものだと。あの夜10時に寝て朝4時に起きた。なんでかっていうと夜の時間は誘惑が多すぎる。俺みたいな誘惑に弱い人間はやっぱみんなが寝てる時間に勉強しなきゃいけないと思って、まあ、10時に寝た。で4時に起きて4時からこの9時ぐらいまでの、まあ、朝食までの時間で、ね、ここコアタイムにして頑張ったっていうのがあって、ね、1個。もうそんな頑張ってたお前。
お前俺と一緒にさ、うん、男坂レースってね、あ一番遅かったやつ落ちるって階段めっちゃ長い階段育児なし早っあれ髪切ね、うん、俺気づいた、うん、あ、このままだと落ちるえらい、ね、気づけてよかったで、富士切った、悪いと思うし、悪縁はあの切るべき大事ですこれ大事だね。チミはどこ受かったんだよ。どうか、あ、私はまあ現役で慶応経済に受かりましたで、友達が浪人するって言ってたんで、いいよスレーションみたいな感じでするところにしてここがあの世の中の人はあんまり理解できないですね、まあ、僕 の、 あの高校時代の座右の銘は、人生捨ててんぎりでしたから。捨ててんぎり、あ、捨ててんぎり人生どうでもいいぞ、あ、刹那的に生きてたんです。あ、なるほど。その上で聞いてほしいんですけど、僕が心がけてたことは、勉強ってめんどくさい、できるだけ少ない時間で遊びの時間確保して受かりたい。だからそのためにはめちゃめちゃ考えて、例えばこのチェックするのも、チェックしてるとこが大事なんじゃなくて、もうチェックしてないとこはもう二度と見ないっていう気持ちでやるのが大事なんです。あ、そういうプレッシャー自分に感じました。なるほどなるほど。まあということで、まあ、僕たちの勉強法を語らせていただいたんですけど一週間後頑張りましょう。頑張ります慶応受験の前日ですね前日。明日の受験の意気込みはありますか。まあ、僕大学を卒業して、あ、大学を中退して7年経つんですけど、まあ、未だに言われるんですよ、親に。大学に行ってくれって、行こうじゃないかと思います。お父さんお母さん見ててね。まあ、実際ね、あの努力しないと合格ができないと思われているでしょうけど、まあ、その下馬評というか、なんていうんでしょうかね、まあ、そういったところを私が覆していこうと思います。受験生の皆さんもね、合格の枠が一つ少なくなってしまうと思うんですけれども、まあ、そこはご愛嬌ということでよろしくお願いします。今年受験する人も来年受験する人も覚えてほしいことが一つだけあって、前日は絶対リラックスした方がいい。今から詰め込んでも間に合わないことが多い。すいません、焼酎おかわりください。はい、タクです。行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わるっていう言葉があるんだけど、俺は受験に向けて変えてきた。まず行動変えたよ、合格の文字。そしたら習慣が変わった。毎朝起きたら I love you my honey 変わったよね。こっから始まるようになった。そして人格、人格が変わったかどうか分かんないけど、髪型変わった。そして運命、不合格っていう運命から合格っていう運命に変えてみせる。おはようございます。おはようございます。おはようございます。まあ、あとはやってきたことをやるだけの価値観。お前何もやってんやろギャルの太ももが出てる。それ試験に出る今日起きた時にさ、ちょっと嫌な気持ち、長いじゃん、試験時間。いいです。起きる、起きるっていいね。起きるっていいよな今日起きた、起きてないよね。ゴールドサクセスやる。朝4時、5時前ぐらいに電話来た打ち上げしね。でもちょっとさ、ちょっと後ろ2人ちょっと緩んでないですか先入れてもいいよ酒飲む、ちょっと飲んでも中心でちょまずね、俺ら誰も時計持ってないよね腕時計持ってない。ちょっとストーリーで募集したの、返事が来なくなった俺の時計のやつ。どうもアムドット小麦。あー、アムドット小麦だよ。ここから先はちょっとなんか緊張感が漂っていて、カメラを回してるとあまり良くない。他の受験生のパフォーマンスを妨げるかもしれない。人生のキロだからね。だから僕たちだけでいっていきます。はい、藤君、あっす、時計を、時計くん、時計くんここに。ありがとう。僕も混ぜていいですか、エビショップ。いや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 、じゃあ行きますか。うん、じゃあ行きます。お前ら仕切ってくれ。エビショップ行こう、行こう、行こう。お前、エビショップ縛ったから。エビショップ行こう、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 行こう。ファミリー。